大丈夫かな。ちょっと急に始まる。心がわかるものか、人を呪うのが心地いい、だから歌を書いていた。あの報道ニュースにいつか乗ることが夢だった。そのために包丁を研いでる。ガラスを叩きつける音、何かの紙を破くこと、さよならの後の夕日が美しくて、君だってわかるだろう。ガラスの夢ってやつか、何もしなくても叶えよう、早く僕を満たしてくれ。人に優しい世間にこの妬みがわかるものか、いつも誰かを殴れる機会を探してる。ビール瓶で殴るガイロと投げるギターの折れる音、戻らない、あ、美しいってそういうのさ、僕だってわかるのに。言葉の日本語が日本語が読めないという。人に優しいあんたにこの孤独がわかるものか、死にたくないが生きられない、だから歌を書いている。罵倒も失望も嫌悪も人を傷つける歌を書いてる。こんな中身のない歌を書いてる。君の言葉が飲みたい、入れ物もない両手で受けて、いつしか